はい、皆さんこんにちは。旅は人の常、略して旅常でございます。今回はボストンの街紹介シリーズ第2弾としてニューベリーストリート、ボストンのニューベリーストリートについてご紹介したいと思います。前回のビデオではボストンのビーコンヒルですねというところを紹介したんですけれども、それと同じ日に撮影していて、まあ、雪の中撮影するとやっぱりそれなりにね綺麗な動画が撮れそうだなと思って勝手にね雪の日に撮影してるんですけれどもね、他の場所については雪じゃない日にちゃんとご紹介したいと思います。このチャンネルではボストン、ケンブリッジエリアに住んでる私がアメリカの街の紹介であったりとか旅の情報、あとは飛行機の紹介ですねなどをしているチャンネルでございます。チャンネル初めての方はぜひこちらの動画をご覧いただいて、もし面白いと思っていただければチャンネル登録のご検討もよろしくお願いいたします。今回のシリーズでは私ボストンに住んでるので、ボストンの街を1動画で一気に紹介するのではなくて、各ボストンの各名所をちょっとずつご紹介したいと思っております。ね、前回の動画ではビーコンヒルというところの紹介をしたんですけれども、それに引き続きまして雪の中ニューベリーストリートっていう、まあ、日本でいうとまあ銀座みたいなところなんですけれども、ボストンの高級ショッピング街についてご紹介したいと思います。今いるのはカーメンウェルスアベニューという公園になっておりまして、まあ、このようにね住宅街と道を挟んで真ん中にこう綺麗な公園があるっていう感じです。この辺もね実は高級住宅街でして、まあ、カーメンウェルスアベニューって言えばボストンの中でも有名な高級住宅街で、ブラウンストーンのビルですね、ブラウンストーンの建物がいっぱいあります。こちらがカーメンウェルスアベニューモールというところでして、まあ、カーメンウェルスアベニューっていうのがこの道になるんですけれども、その中心をね大きい公園が通っていて、こういったね芝生、まあ今は芝生見えないんだけども、こういったね緑がね道の真ん中にあるエリアとか、まあ、芝生がこうやってこうグワーってこうまっすぐ一本線になっているようなところっていうのを英語ではモールってたまに言います。有名なのだとワシントン DC の The Mall ですね、だとワシントン DC の中心部にある芝生エリアですね。ちなみに奥にある高層ビルがボストンの中心部ダウンタウンエリアでして、そのまた手前がボストンパブリックガーデンですね。前回の動画ではビーコンヒルというエリアを紹介しまして、その中でボストンカーメンズとボストンパブリックガーデンも少しお見せしたんですけれども、そこからちょっと歩いたところにさらにカーメンウェルスアベニューっていうのがあるっていう感じですね。ここもね市民の憩い場になってるんですけれども、どちらかというと、まあ、芝生とかに座ってだべったりするっていうよりはこう散歩とかして楽しむ人が多いようです。この辺はね東京の銀座とも似てて一方通行の道が多いので、お車で来られる際はぜひご注意いただきたいですね。これが今ニューベリーストリートのちょうどね一番先端に当たる場所なんですけれども、一番高級なお店が多いエリアになってます。で、ね、このまま歩いていくとね H&M とかね高級じゃないお店もあって、まあ、ショッピング街の代名詞っていう感じですね。去年の同じ時期にボストンウィンターっていうボストンの冬のご紹介もしたんですけれども、その時にねニューベリーストリートのご紹介もしてるので、そちらも合わせてご覧いただけるとより分かりやすいかなと思います。このニューベリーストリートの場所なんですけれども、ボストンの、まあ、ダウンタウンエリアですね、こうダウンタウンのエリア、日本でいう丸の内みたいなところからちょっと歩いたところにありまして、ちょっとね高層ビルとかもね少し少ないところになります。なんで冬にしかも雪の中で街紹介動画作ってるんだよって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、理由は2つありまして、まず1つ冬は暇っていうことですね。なので街歩きしてそれを皆さんに紹介できれば私の暇つぶしになるっていうのが、まあ、大きな理由です。ごめんなさい、暇つぶしの対象になっちゃってて申し訳ないです。で、まあ、冗談はさておき、まあ、2つ目の理由がこれね、こういう時期にやらないとこの道めちゃめちゃ混雑してるんですよ。なので撮影できないんですよ、ほとんど。なので今のうちにこういった混雑するところは撮影しておきたいなと思っておりまして、今回やらせていただきました。夏とか天気がいい日ですね、基本的にはわ、この辺ね特に日曜日になるとめちゃめちゃ人でごった返します。買い物客であったりカフェとかレストランに行く人であったりで、なので今のうちに撮影したいなっていうのが本音です。いろんなね聞いたことないようなブランドとかお店がいっぱいあって、私にはよくわかんないですが、かなりショップが豊富ですので何でも見つかるんじゃないかな、この辺にいれば。買い物好きな人とかは多分絶対楽しいです、ここ来ると。ニューベリーストリートに関してはこのようなね小さいお店がこうブラウンストーンとか古い建物に入っているような
状態がだいたいね2キロぐらい続きます。なので結構長いです。でこの奥にはねユニクロとか無印もあって、日本のブランドであったり日本のお店もちょくちょく出店してるようですね。ちなみに夏になるとこういうレストランはだいたい外にもね席を置いて外でもご飯が食べれるようになってます。ちなみにニューベリーストリートから1本ね道を挟んでいくとコープリーっていうコープリー広場、結構有名なね広場にやってきます。ここもねまあニューベリーストリートエリアの一部なんですけれども、真ん中にね広場があって大きい教会がある、で電車もここ通ってるっていう感じのエリアになってます。これがコープリーの中央広場ですね。であそこにはボストン中央図書館もあります。この図書館めちゃめちゃ中綺麗なんですよ。ぜひボストンに来ていただいた際には見ていただきたいエリアです。今ちょうどねこの大きな建物に隠れて見えないんだけど、あの奥に見えるのがプルデンシャルセンターというかプルデンシャル生命の建物がありまして、このねプルデンシャルタワーの下がプルデンシャルセンターっていう大きなショッピングモールになってます。多分ボストン市内で結構一番大きいんじゃないかってくらいね大きいショッピングモールになってまして、まあ、ここでもねショッピングすることができます。ニューベリーストリートのすぐ近くにあります。でプルデンシャルセンターと道を挟んで反対側にはアップルストアもあったりして、まあ、本当にニューベリーストリートに限らずその隣の道も全部ショッピングエリアになってます。あそこにはテスラのお店もありますね。それでは引き続きニューベリーストリートの散歩をお楽しみください。謎の日本のお菓子を売ってるお店もありました。まあ、ニューベリーストリートね高級ショッピング街って言っても庶民の手が届くようなお店もいっぱいありまして、結構ね歩いてるとねどんどんねお店の雰囲気とかも変わっていくのが分かるので、結構歩いてて面白い道です。ボストンに観光に来た際はぜひ訪れていただきたいエリアになってます。ニューベリーストリートねここまで来るとマサチューセッツアベニューというマサチューセッツ通りに来るんですけれども、いきなりニューベリーストリート終了します。あの先ニューベリーストリートではなくもうなんか、なんだろう高速道路に入っちゃうんですよね。なので突如としてニューベリーストリートが終わっちゃうんですけれども、はい、これで、まあ、ニューベリーストリートの紹介は以上になります。でねこのままマサチューセッツアベニューを歩いていくと、先ほどもご紹介したカームンウェルスアベニューにまた着きまして、これをまっすぐ行くとケンブリッジに向かいます。私の動画でね前回ケンブリッジのご紹介というのもさせていただきましたが、このマサチューセッツ通りというのをそのまま歩くとケンブリッジのセントラルであったり、あとハーバードスクエアという、まあ、ハーバードがある場所に向かって道がずっと続いてます。ボストン市内というのは基本的には歩きやすくて車なくてもいろいろどこも歩いて行けるんですけど、ここからねいきなりこうカームンウェルスアベニューもなくなっちゃって高速道路、まあ、車社会にいきなり変わります。マサチューセッツ通りを挟んでこっち側が、まあ、歩いてもどこでも行けるよっていう感じで、こっちからいきなりなんだろう車がないといきなり不便になるような形になってて、ボストンはねちょっとそういう意味では完全な歩行者社会ではなく、まあ結構車社会メインですね。ここまで来るとねもう中心部からは随分離れてまして、結構住宅街であったりが増えてきます。ここもね結構高級な住宅街のエリアになってます。
はい、こちらはビーコンストリートといいまして、ボストンの中でもかなり高級な住宅が揃っているところですね。この辺の家賃も高いですし、おそらくここら辺のアパート買うってなったら1個の部屋で1億ぐらいかな、オークションが揃っております。といってもね、建物はブラウンストーンと呼ばれる古い形の建物でして、赤レンガの建物ですね。おそらく築100年以上経っているような建物が多いです。このビーコンストリートっていうのは前回のビデオで紹介したビーコンヒルのあのビーコンですね、それの通りになってます。これもね、ニューベリーストリートから非常に近いところにありまして、結構都心に近いので便利なエリアになってます。はい、今はマサチューセッツ通りをひたすら西に向かってケンブリッジの方に向かってます。あっちがニューベリーストリートですね。で、こっちがチャールズ川で、あっちがケンブリッジになってます。ケンブリッジに関してはハーバードだったり MIT のキャンパスがある非常に有名なところでして、まあ、ボストンに比べるとね、存在感ちょっと薄れちゃうんですけれども、結構見るものが多い街です。このケンブリッジについても私別の動画で紹介してますので、そちらもご覧いただけると幸いです。はい、それでは今回の動画はこのニューベリーストリートの紹介で終了したいと思います。ボストンの他の場所もどんどんと動画を使って紹介していくので、次の動画もぜひお楽しみにしていただければと思います。最後にこの動画が面白いと思った方はぜひチャンネルの登録のご検討と高評価ボタンクリックをいただければ幸いです。高評価ボタンとかね、無料なんでぜひよろしくお願いいたします。それにしてもこうやって街紹介するには最悪の天候なんで、まあ、あえての紹介という風にご察しいただければと思います。他のね、晴れた日に別のところも紹介したいので、それまでちょっとお待ちください。冬を越すまでちょっと待ちましょう。